疲れ様です。トラゴンです。今回はプロ野球都道府県別ベスト9 2019までで、福島県編でお伝えしたいなと思います。福島県というところで、あの大投手もいます。さて野手ではどんな選手が出てくるんでしょうか。それではご覧いただきましょう。どうぞ。はい、1番はですねセンター鈴木隆弘選手です。読売ジャイアンツ。はい、鈴木選手といえばもう足のスペシャリストです。もう盗塁のスペシャリストです。3割4厘3本17打点30盗塁という成績を残しており、代打とかではなくてダイソーかな、ダイソーで出てくることが多かったんですけど、ダイソーで必ず盗塁を決めで、シーズンでですねでダイソーでの盗塁記録132個という、日本記録を持っております。盗塁のレジェンドです。はい、2番レフトで諸角健二選手です。会津若松市出身ですね。はい、これまた走塁のスペシャリストが出てきました。諸角選手キャリアハイがね2割9分1本20打点24盗塁という記録を残しており、本当にあの明るいキャラクターでファンも非常に多かった選手で、なんか雨で中止だった時に、グラウンドのダイヤモンド一周するじゃないですか選手が。それをねこの諸角選手はよくやってたんですよ。で、引退する40近い年でもそれをしていたというところで、ファンが、それの諸角選手に声をかけるという場面も多く見受けられました。はい、3番はセカンドで柳田敏夫選手ですね。南海ホークスに所属していた選手で、打率がね2割7分5厘15本68打点11盗塁という、キャリアハイの記録を残しております。はい、4番はファーストでこの人です。絶好調男中畑清選手です。DeNA の監督を務めていた中畑選手、現役時代はね読売ジャイアンツで活躍されました。2割9分4厘31本83打点4盗塁という記録を残しております。中畑選手はですね、スラッガーとして活躍し、8年連続2桁本塁打で、現役時代9度の2桁本塁打を記録するなど、スラッガーとして活躍しました。その明るいキャラクターで、多くのファンに愛されました。はい、5番は指名打者園部聡選手にしました。オリックスバファローズですね。現在はね JX エネオスに所属しているんですが、プロ野球復帰を目指して頑張っております。ぜひとも復帰してほしい、期待の若手です。はい、6番サードで内田康人選手ですね。東北楽天ゴールデンイーグルスに所属しております。キャリアハイがね2018年記録した記録で、12本ホームランを打っております。で25打点挙げており、まあこれからねもう本当に、活躍が注目されており、ホームラン数も年々増えてきておりますので、このような右方向への打球が持ち味の、恐るべきパワーを持った、野手活躍してほしいですね。はい、7番はライトで、松井辰徳選手を選出させていただきました。白川市出身ですね。中日ドラゴンズに所属しておりました。キャリアハイがね3割18厘2本4打点0盗塁という記録を残しております。はい、8番キャッチャー鈴木文弘選手ですね。オリックスブルーウェーブに所属をしていたキャッチャーです。
日本代表の経験もあり、世界的にも世界戦でも活躍を見せた、捕手です。ヘリアヘイは、ご覧の通りです。はい、9番はショートで西牧健二選手です。会津若松市出身ですね。東北楽天ゴールデンイーグルスです。まだまだ覚醒の時が待たれる若手で、キャリアハイも2割4分7厘0本3打点0盗塁という2018年に残した記録が残ってます。はい、出ました。ピッチャーです。エースはこの人、江川卓投手です。皆さんご存知、元祖怪物右腕です。そのスピンの効いたストレートを武器に、キャリアハイではですね、20勝6敗という好成績を残します。防御率も 2.29、 221奪三振ですね。江川投手イコール奪三振というところは高校時代から注目をされておりました。プロでも変わらず奪三振の山を築きました。はい、小野翔一投手ですね。いわき出身、オリオンズ出身、日本プロ野球歴代13位の通算2244奪三振を誇ります。はい、小松隆史投手ですね。いわき市出身ですね。オリックスバフォローズですね。で、その持ち前 の、 スライダーとシュートを生かした横の揺さぶりで、打者を打ち取るタイプのピッチャーで、その気迫の投球が武器で、一回タイトル争いを、ね、演じたこともあります。はい、遠藤和彦投手、横浜太陽ホエールズですね。最多勝2回、最多奪三振3回という記録を残しております。はい、矢貫俊之投手、セットアッパーですね。北海道日本ハムファイターズ、その長身から投げ下ろすストレートが武器の、ピッチャーですね。帽子が時折取れるほどの、躍動感がありました。一応キャリアハイはこのような形で、主にセットアッパーとして活躍しています。はい、抑えです。抑えはですね、古溝和之投手ですね。福島出身、阪神タイガースですね。でキャリアハイが、61試合登板、7勝2敗18セーブ、ボール率 2.20、 94回を投げ81奪三振という記録を残しております。もちろんリリーフとしての実績もあったんですが、その伸びのあるストレートを武器に先発投手としても、2桁10勝を挙げた年もあります。それだけ器用自在な、ピッチャー、もうどこでも、投げれるユーティリティピッチャーとして、注目を集めました。はい、いかがでしたでしょうか。今回は福島県編をお伝えしました。江川投手をはじめとした、投手陣、安定感のある投手陣と、あとは中畑清選手を注目中心とした、打線ですね。そこそこ、強いチームは組めるのではないでしょうか。あと足の速い選手多いですね、この辺は。はい、この動画が少しでも良かったと思っていただけた方はチャンネル登録、高評価お待ちしてますのでよろしくお願いいたします。以上です。ご視聴ありがとうございました。今回は福島県編お伝えいたしました。